皆様に申し上げます。ただいまから天皇陛下のお言葉がございます。晴れ渡った空の下、誕生日にあたり皆さんの祝意に対し深く感謝いたします。この一年もさまざまな出来事がありました。寒さに向かう今日、台風や豪雨により被害を受けた地域の人々、また東日本大震災など過去の災害により未だ不自由な生活を送っている人々のことを深く案じています。今年もあとわずかになりました。来たる年が国民皆にとり少しでも穏やかな年となるよう願っております。